ヒオドシリヒア、1922年8月22日から1970年1月2日は、秋田県南秋田郡昭和町出身で、1950年代に活躍した大相撲力士である。特異種は、左四つ、寄り、釣り。現役時代の体格は179センチメートル、120キログラム。自己最高位は、東前頭10枚目。 18歳の時に上京して西木島部屋へ入門し、1941年1月場所で初土俵を踏んだ。当初の執行名は若おろち。間もなく日おどしと改名した。序の口についてから一度も負け越すことなく、1946年11月場所で重量昇進を果たした。その後、1950年1月場所にて新入幕。 左四つの体勢からの釣り、よりを得意とした。だが、出足が鈍く、ゆったりとした、相撲ぶりであったためか、上位進出は叶なわなかった。現役晩年は幕下まで番付を落とし、1958年11月場所後、36歳で引退。引退後は、年寄り九代立川を襲名した。後、 西木島部屋から独立して立川部屋を起こしたが、関取は育てられずに数年で部屋を閉鎖した。以降も、更新の育成に当たっていたが、1970年1月場所前に、心筋梗塞で急性した。47歳ボー発熱により8日目から、途中休場右膝関節捻座により4日目から、途中休場。ありがとうございます。